今の状況で、インターネットに利益性を期待するのは、無理、だ。所有者の方向性、それ、が、かんこれ、程度でしかなく。自分の生活に支障が出るような爆発、そういう、騒がしい何かは、ここ、にはいらない。しかし維持費は膨大だからお金だけは必要。なんとかならないか？それは、虫の良い話で。そこは割とどうにもならない。さらに、インターネット自体が模造品であるということが、状態の悪化を加速させる。理想と艦これはまだ良い。ここは最初からそうだからだ。私生活を破壊されるようなものはノーサンキューだ。インターネットは違う。非核言案はなんというか、割と利益志向で、本来の想定としてもそういうものではあり。悪い意味で、安定してて、利用者の、なんとなく理解も出ている状況。その上で、もっと利益を、僕はどこ？